小学校の時に、スポーツやりたいなと思って始めたのがサッカーでした。小学校1年生から始めて篠原 SSS にいました。小6の時に NTT で県大会に出場できたのです。篠原中学校サッカー部です。1年生の時に、アイスターでプレーできた頃です。兄がいたのが大きかったと思います。一人一人がその自立してて、その文武両道できてるのがすごいなって印象でした。前からのプレスと安定した守備が特徴のチームです。選手の実践をすごい大切にしてくれて、すごい考えさせてくれるので、すごい頼りになる先生です。練習での守備の強度や切り替えの徹底です。ベスト16に入ることです。